村店長です。これオープニング。もう最近ちょっとね、ボンジョビおじさんにもうすごい俺浸透していまして、今一生懸命覚えとっちゃう歌、覚えてないな、いつ会ってもいいようにね、ボンジョビおじさんに会っても歌えるように、もしかしたら差が来るかもしれない、ボンジョビおじさんが。その時に俺も歌わないかんと思ってね、覚えてますってことで、まあオープニングしょうもないとこから始まるんですけども、今日もアドリブと思い込みあるんで適当に聞いとってくださいってことで、今日の、どうでもいい話はちょっとさっき生放送してたら出てきたんですけど、ドリームキャストで面白かったゲームってことで、ちょっと話したいなと思います。まあ本当適当なんで、リラックスして聞いとってください。、これなんかスレで見つけてわーって見てたんですけど、ロードスト戦記とかね、ぐるぐる温泉とかさ、いろいろぐるぐる温泉本当遊んだ。ぐるぐる温泉ってあのネットでつないで、もう今でこそもうスマホとかでな、当たり前にできるようなことが、当時やっぱり、何ちゅうかな、ネットでつないでゲームするっつったら、多分俺の記憶ではプレイステーション2のなんか買って、わざわざなんか買って、あのハードディスクみたいなの、なんかモデムみたいなの買って、つないで遊んだとか、あと何？あ、スーパーファミコン版がありましたね。あの、直接刺すやつね、電話回線かっつって、あれめっちゃ金かかるやつ。とかもっと前はメガドライブのなんとかちな名前忘れたけど、すんごいなんかあったね、あった。まあとにかく特殊、あとはもうパソコンしかなかったかな多分ね。で手軽にできるってことでドリキャス最初からモデもついてたんですよね、だからそれを利用したらもうみんなで遊べたわけですよ、ということでぐるぐる温泉めちゃめちゃ遊んだんですけど、でね、まあまあいろいろ書いてらっしゃるんですよ。もう桜大戦が楽しかったとかさ、トレジャーがどうのこうの、青の6号とか、まあ俺的にはやっぱね、これちょっと話してて思い出したのが、やっぱこれ PSO ですよ、ファンスってもう PSO ですよ、オンラインですよ、もうこれがやっぱりもう何ていうんかな、ネットのゲームをみんなに何ていうんかな、定着させたっていうかな、気軽にできてすごい面白かった。まあゲームも面白かったけど、やっぱオンラインの楽しさ、オンラインゲームの楽しさをやっぱ教えてくれた、もう最強じゃないかなこれ本当に。多分ちょっとごめん、僕の記憶間違いって申し訳ないけど、4人でできたはずなんですよね。4人1チームになってこうずっとこう戦っていって、レベル上げていって武器が増えてとか、そんな話で、まあゲーム自体は単純ですごいね、分かりやすかったのが良かったのと、まあキャラクターいろいろ変えられるのもあったかもしれんけど、やっぱりオンラインの楽しさがやっぱ一番だと思うんですね。だから当時はボイスチャットはなかったから、確かキーボード打ちやったですもんね。あとは何個か登録してなんかありがとうとかさ、なんかお疲れとかさ、なんか入れといて突撃とかさ、これボタンでプイッと押したぐらいかな。だからなんかそんなわーって密にさ、右に回ってどうのこうのとか細かいことは言えなかったんやけども、いやーこれはすごかったですね。もう何百時間何千時間って没頭するやつ続出やったと思いますよ。で僕ちょっと記憶があるのが、そのモデム最初からついてるのが、あのアナログモデムっていうかな、多分やったんですよ。でこの時に確かブロードバンドのアダプターが出たんですね。ブロードバンドのアダプターだと多分つなぎ放題でできるんですよ。多分確かそうやったでしょ。でこれが品薄でさ、このあのアダプターバンドがさ、ほんで俺ね、実はそのたまたまあの2チャンネルじゃなくてね、だからセガ BBS にも結構おったんですよ。おったちがよう書き込みしてたんですけど、その時に知り合ったセガの人と知り合って、セガの人が譲ってくれたんですよ、当時。ブロードバンドアダプターを。そうそうそう。で、それを送っていただいて、んで、つけてやった思い出があるんですね。で、お返しに、俺なんかテーブルかセンターテーブル、家具屋さんなんでね、プレゼントしてガラスの。ありがとうございます。手に入らないって高かったんですよ、当時。多分、1万円ぐらいしたんじゃないかな。わ、1万円もしたかな。よくわかんない。もうとにかく品薄で手に入らなくて、入手して させていただいてね、それでね、もうすごい助かって、遊んだ記憶がありますねっていうぐらいね、もうめちゃくちゃ
遊んだのがファンタシスタオンラインですね。やっと言えた。合ってる。あでことでね、今2とか出てるんですよね、パソコン版とかでね、いろいろ出てますよね。もうちょっと今はちょっとやろうっていうあれにはないけども、まあ、当時ドリキャスで本当にこれがもう一番の俺はゲームじゃなかったかなと個人的にはね。あとはシェンムーンとかさ、いろいろありますよ。いいゲームめちゃめちゃあるんでね、ドリキャスぜひね、今でも全然面白いんでね、遊んでいただきたいなと思いますってことで、まあ今これやったら面白いでしょうね。今つないでできたらいいんですけどね、誰か有志の方がこれつないで、なんかよくわからんけどサーバーどっかね作ってくれて入れてできたら面白いんですけどね。そしたらやりたいかもしれん、うん、単純でよかった、単純で。はいってことで、今日はドリキャスで面白かったゲームってことでお話しさせていただきました。ありがとうございます。以上です。終わり。おー。